インテグラ内装見ていきます。まずは運転席ドアトリム周りは特に気になるところはないですかね。こんな感じで綺麗な状態、この辺はちょっと汚れですね。で、スカッフプレート周りもね綺麗ですね。赤内装になります。こんな感じです。でデカロシート黒ずんでるところとかもねほとんどなくて結構こんな感じで綺麗ですね。でまあ若干やっぱこの辺はねすれはあるかなっていう感じですけども、助手席側こちらはなんかかなりね綺麗ですね。まあ2脚とも結構綺麗じゃないかなと思います。でステアリングはまあちょっとこうね擦れてるところがいくつかはありますけどもこんな感じですね。大きく目立って中はめくれてるみたいなところはないですね。でダッシュボード上目立つような乗り跡とかは特になく、なんかシガーの追加のソケットが入ったりとかする感じですかね。ケウンドのナビですね。ETC がここに装着されてます。シフトノブはですねちょっと分かりますかね、こんな感じでちょっと傷が結構入ってきてるかな。サイドブレーキ周りなんかは綺麗な感じです。でちょっとエンジンかけてみましょう。よいしょ。かかりはね非常にスムーズですね。アクセルのレスポンスもとてもいい感じで、電角付きちゃんと動きます。でこのケンウッドのナビは Bluetooth オーディオとかがついてる感じですね。こうかな、こんな感じですね。で地デジ、あれよいしょ、ちゃんとはまってないですね。位置情報システム、あ、来ましたね、北斗の運用を世界で開始させるなど中国は実績を積んできたのです。一方でガガーリンの人類初の宇宙飛行から丸60年を迎えたロシア、まあ、こんな感じで地デジの方も映ります。はい、よいしょ。続いてリアシートですね。フロアマットは綺麗な感じ。シートの方も綺麗ですね。こんな感じです。ほとんど使ってなかったのかなっていうような感じですかね。続いて、トランク、トリム類は特に欠品しているようなところは見当たらなくて、まあトリムの汚れとかも最小限って感じですかね。こんな感じでスペアタイヤ、ジャッキ工具なんかも揃っております。そして、助手席側ですね。ドアトリム周り特に気になるような、傷は見当たらないかな。そうですね、フープレート周りもこんな感じです。助手席側なんかねフロアマットもすごい綺麗ですね。はい、以上インテグラの内装でした。